ですね。あ、そうですか。もうね、自分からその自社とかね、なんか関係なく、はい、この通り、ノートも J もですね、はい、フルスピードできてますからね、こういう強いノートンや J から勝ちを取ることが大きな自信につながるわけです。はい、はい、確かにこの今日の動きを見る限り何か凹みがあるとかそんなことには思いませんよね。外のと、ね、これだけのベテランになりますとそういうものを感じさせませんよね。はい、はい、そう、スポットを取ったスーパー J のリングについて実際こうしてリングの上で相対した健三と棚橋、今この頭脳の中にどんな印象を抱え込んでいるんでありましょうか。健三、いや、もしかするといや、さすがにこの2人こんなにすごいのかと、もしかしたら驚いているかもしれませんよね。それでもね、はい、倒されても倒されてもやはり前に出ていってですね、自分たちが勝ちに行かなければいけませんよ。はい、はい、まあ、どうでしょう、逆にこの若い2人の体にはそれだけのスタミナというか勢いというかありますかね。やっぱりね、テクニックとか経験っていうのは相手に勝るものはないわけですから。頭から落としたスーパー J、 自分から、はい、先手先手でね攻めていく、まあ、ちょっと今聞いてしまいましたけどね、また今この手をパンパンパンと叩くこの J の仕草がですね、もうこんな若いやつは相手じゃないんだというなんかこうプライドしましたよね。そうですね、そのポーズ見られましたよね。さあ、そして首をかっきったスーパー J、 棚橋と健三、このままこのペースの中で赤コーナーの2人にやられてしまうのか、それとも勝ち星を喫した、勝ち点を喫したこの試合、どこかのタイミングで秘策が飛び出すんでしょうか。最後からノット、そして喉落とし、スーパー J の高い身長、おそらくは2メーター50か3メートルか、そのあたりの高さからスティック・ケンズを落としてまいりました。そしてこのカウントをカウント2で自ら引っ張り上げたスーパー J、 もう完膚なきまでに、もしかするとこの棚橋と健三のですね、この2人に対するその大技とか勝てるかもしれないとか、そういったことをもしかすると J とノートンが聞こえてるのかもしれないですね。まあ、このね、 J とノートンというのはその若くしてね、出てくるんで積みたいところですから、はい、もう完膚なきまでそのたたき伸びした。おっと、健三走れません。ちょっと足来てますね。自らの体重を支えることができない鈴木健三、逆コーナーではスーパー J が待っていたんですが、いや、これ山崎さんどうですか、これ健三完全にグロッキーですか。ちょっと意識が朦朧としてるんじゃないでしょうか。こういう時技を食らうと危ないですよ。はい、大きな怪我につながりますよ。かなり長いこの時間においてこの鈴木健三リングの中で捕まっておりますが、棚橋のサポート入れるかどうか。さあ、これ棚橋が玉の入ってきた、ブレンバスターに行く J を棚橋